ママを呼んでください。2022年5月に大阪府八尾市立小学校に通う1年生の女性児童は、遠足に出かけた際に持ってきたお茶がなくなり、担任の教諭にお茶の購入を申し出た。しかし学校側はお茶を使っての水分補給はできないと認めず、小学校に到着後に体調不良となり、その後38を超える高熱を出して救急搬送された。女子児童はその後回復しましたが、熱中症と診断された。女子児童は体が小さく体力にも自信がなかったことから、母親は遠足前にしんどいと言ったら迎えに行くので電話をください、お金300円を持たされるのでお茶がなくなったら買い与えてくださいなどと学校側に申し入れていた。しかし遠足の帰り道の途中で女性児童がママを呼んでくださいと教諭に伝えたものの、両親に連絡を取ることはなかった。両親らは学校側が水分補給の手当を講じず安全配慮義務を怠ったとして、八尾市に対し約220万円の損害賠償を求めている。一方市側は遠足児童の様子から体調に問題はなかったとして両親らの訴えを退けるよう求めている。2024年2月27日の弁論後に両親は取材に対し、同じような思いをする人がいないように学校側に考えてほしくて裁判を起こした。学校側には全時代的な考えに縛られずに時代に合わせて対応してほしいと心境を語っている。私が女だから、私が小さくて弱い女だから嫌いないと思ってんの？熱ければ水筒の水がなくなる子もいたり、水筒が倒れたり、飲んでる時に落としてこぼして中身がなくなる子もいるだろうし、そういうのを想定して追加用の水分を教職員が持っていくのが安全対策でしょうに。教育現場の配慮のなさに辟易する。水分を欲しがる子にあげず熱中症になってしまうとか、人道的観点からもアウトでしょう。会社でもよくある気がするのですが、決められたルールからそれることで何か問題になることを恐れて固くなにルールを守ることが目的になることがあります。ルールを守ることはとても重要ですが、そのルールが時代や状況、運営する環境の変化によって合わなくなることも多々あります。何のためのルールなのかよく考え理解することが重要と思います。本当に今回のケースはそこまでしてルールを守る必要があったのだろうか。学校側は考える必要があると思う。考えを止めることが一番最悪です。考えた結果ルールを維持する、変えるを考えれば良いと思います。5月でも異常な暑さだったし、小学1年生が持てる水筒なんか小さい。学校側は生徒を預かる立場として生徒に水分を取らせないといけない。足りなくなる可能性もあるとして現金数百円を持ってきてるわけだから、水かお茶の購入は許可すべきだし、体調不良を訴えてるなら休ませるなり保護者を呼ぶべき。しかも事前に言われてるわけだから学校側が悪いとしか言えない。なくならなくて不幸中の幸いだと思う。日本の教育現場をもう少し柔軟なシステムにしてほしい。授業中の各自の水分補給や給食までの間食など、海外を見習ってほしいところはたくさんある。昭和から全く変わってないところがたくさん。水分が取れないと熱中症になるし、お腹が空くと授業に集中できなく学力が下がる。小学生なんかは特に個人差があるので、各自のペースで自由に勉強に集中できるよう配慮してほしい。買うのがダメでも公園等で水道水汲むとか、いくらでも方策はあるし、小学校低学年とかならこぼしたりとか不慮の事故も多い。こうした時に水分補給を水筒のみに頼って万一の対策を計画に組み込めなかった学校側に一定の責任があると思うな。教育ってなんだろうね。あなた